死因、前回の追加でプレイしていきましょう。まずパートナーを選ぼうか。あれ、萌えたんは、萌えたんはどうしたんだ。でもマシッタ、正直生意気なんであんまり連れて行きたくないんですけど、マシッタは下手しい殺される可能性があるなと思って。おじさんは、おじさん絶対殺すまんだから、あいつは、花彦くんがね。だからつかっちを、すでに吉田つかさを同行しています。ああ、もう強制決定みたいな感じだったんだ。まあマスター選べばマスターになるんだろうけどね。トーク話してみよう。そうですね、証明させる鍵、それは花彦、ああ、これは、知ってるな、聞いたな、ありがとう。じゃあ向かおうか。おい、ちょっと何？ガレージで出発の準備をしているとマスターが現れた。そんな、すごい形相してるけどどうした？まずいことになったぞ。何？あの女子高生萌ちゃんがどうした？萌さんがいないんです。なんで？少なくとも館のどこにも。そういえばホールでメリーと話していた時にも萌の姿はなかった。逃げたのかもな。逃げた？まさか。そうだ、そんなことをしてどうなる。館から逃げたからといって印が消えるわけではない。まあそうだよね。現実逃避の意思だ。死期を知って自殺する人間は多い。ああ、それとも会に呼ばれたっていう可能性もあるんじゃないの。何かあったのかもしれません。会の呪いとか。俺はそっちだと思うんだけど、みんなはそうじゃないのかい。萌は H 小学校の鏡で花彦くんに遭遇している。つまり最も関わりが深い印人だ。司の言う通り、一人だけ追い込まれた可能性も考えられる。しかしどうすることもできんな。準備をしよう。そうだ、それしかできることはない。萌に何が起こったにせよ、もし印を消すことができれば、それは同時に萌も救うことになるはずだ。出発しよう。H 小学校に戻るんだ。これ T 小学校の方行ってたらどうなってたんだろうな。それが気になるな。H 小学校に戻ってきた。よくわかっている。結局はここでもがくしかないとなと。行こう。司は黙ってうなずき歩を踏み出した。まあまっすぐ行くしかないよね。あ、ここも探索とかできんのかな。まあいっか。これはだって半分ちぎれた掲示物でしょ。あ、なんかある。下駄箱は傷みが激しく、砂と埃が表面を覆っている。これは調べられないんだ。砂と埃、なんか違うな。調べるで無理か。なんか使えるかなって思ったんだけど。下駄箱の前には巣の子が敷かれているが、壊れてしまっており、踏むとぎしりと音がした。やだね。きしむのが一番やだね。天井、ああ、これは読んだな。じゃあ、とりあえず、右から行ってみようか。先ほども見たが、廊下の様子は一変している。こうやって見ると、バラって本当に綺麗なんでしょうか。よく見ると怖いですよね。夜見るからじゃないか、それは。わからんけど。ここは何も。これぐらいか。何かが蛍光灯にぶつかったのか、蛍光、ああ、無残に割れてしまっている。とりあえず右の部屋行ってみよう。2階じゃない。2年教室。こっちは？ん？これも蛍光灯つながりか。ほこりね。他は何もない。情け。情けです。出ましょう。で、まっすぐ進んでみて、何があるのかな？ある？あ？ああ、割れた窓か。それぐらいか？床は？床に敷き詰められたタイルが剥がれてしまい、コンクリートがむき出しになってしまっている。大した。あ、やべ。ちょっと待って、戻ろう。一回戻ろう。この上、あれでしょ？蛇がいるんでしょ？こっち入ってみる。ああ、鍵かかってんのか。で、一旦戻ろう。一旦って。一旦ね。
ここ前いたよね。怪っていうか、なんか幽霊的なね。階段を登っ、勝手に登らないで。階段途中で何かが足に引っかかった。なんだ？階段に落ちていたのは萌えのバッグだった。え？ここに来てたってこと？バッグの中にはガラクタと学校生のジャージが入っていた。ということは、萌えさんはこの学校にいるってことですか？ああ、そう考えるべきだろうか。少なくともここにはいないみたいだ。戻り場には無残に割れた鏡があるだけだ。このバッグを除いて萌えの痕跡はどこにもない。校内を探索しましょう。それしかないですよ。そうだな。とにかく学校の調査を続けるしかなさそうだ。一回上登ってみる。またいそうだな。いるな。いるわ。無理だな。ごめん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 、怒らないで。じゃあ一階に戻ろう。ここら辺はもうないから、これの先だな。オッケー、ここだね。あれ、何あれ、何でしょうか。どれ。不意に司が声を上げた。どこの話だ。窓のところですよ。ほら、あそこ何か光ったんです。光った。窓枠、バラの司しか見えないが、ともかく調べてみよう。それを後に回そう。他のとこ見たい。ここは鍵がかかってる。なんか声が聞こえたね。床は湿ってるぐらいか。ん？なんか光った。ん？確かに窓枠のところで何かが光を照り返した。バラの蔦の間に何か埋もれているようだ。確かに何かあるな。最初に来た時には気づかなかった。いや、もしかするとその時にはまだなかったのかもしれない。警備員さん、あの人が落としたんじゃないでしょうか。かもしれない。廊下のどっかにあったそれが蔦に巻かれて持ち上げられ、こうして目につく場所に出てきてくれたということか。警備員の持ち物だとすれば調査の役に立つかもしれない。ないしろ彼はこの建物を管理していたのだから。調べてみるか。ペーパーナイフとかで切れるんじゃない？すると難なく目的の金属と指先が届いた。学校のカビって、鍵束を手に入れた。ほう、思った通りだ。これは警備員の持ち物に違いない。鍵は重要ですね。これで入れなかったところ。ふと、司は言葉に詰まった。どうかしたか？いえ、急に言うことを忘れちゃって。とにかく、調査を続けましょう。会員ファイルに新しい情報を追加した。さらなる学校の探索。ってことは、こっち、入れんじゃない？ここに、違うな、ちょっと待って、これで、あ、開けた。入って、おお、なんか出てきたね。自由研究、雑草強化計画。試したこと、植物は日光で育つので、鏡を使ってたくさんの光を集めたらどうなるか調べました。やけどするんじゃないか。結果、光をたくさん当てたら葉っぱの色が白くなって元気がなくなりました。考えたこと、あまりたくさん光を当てすぎると植物にも良くないのかなと思いました。ほう、それが弱点なのかもしれないな。こんなこと調べなくてもわかると思うんですけど、どうせならサンゴの発火の理由でも研究してほしかったですに。ムカつく鍵だね。いいじゃないか、別に。なあ。苔に覆われた水槽がある。ガラスはひどく汚れており、中の様子はわからない。これなんか、拭けたりするか。なんか拭くやつないかな。前のバッグとかに。他人の、あ、これ。なんかわからないだけかな。まあ、別にいっか。机。放置された机だ。探る。物入れに手を入れ、中を探ってみた。手に何か刺さる。それを掴んで引き抜くと、骨だけの傘を手に入れた。骨だけの傘。どうしてそういうものを捨てちゃうんで、拾っちゃうんです？一応、ちゃんと開きそうですけど、開いたからって何もならないですよ。
まあそうだね。俺今何持ってんだ。てか個数無限っていうのがすごい気になるんだよね。無限じゃないじゃん、有限じゃん。1個でしょ。そんなエンドレスボールペンがあるわけでもないしさ。ここはなんかないか。また電気が通ってないってやつか。これってこっち行けたっけ。行けたな。ここは一回調べたもんね。ここなんもないか。なさげ。戻ろう。で、まっすぐ進んで、ここがあれでしょ、職員室でしょ。職員室はもう何もないよね。入ってみる。入ったからといってな、十分探索したもんね。ここ音が怖え。ギーっていうのがすごい怖かった。教育日誌のようだ。ああ、これはあれだな。4、見たな。4って。職員準備室を出た。ん？ここ出て、で、まっすぐ行ってみようか。ここは、見たっけ？これ上行ける？上行けるんだったら、ん？これも開かないんでしょ？防火扉。塗装が剥げており、そっから錆が浮いているのが見える。うん。探る。くぐり戸を開くとそこには壁があった。まあそうだろうな。調査を諦めて戸を閉めようとすると、戸の裏側に何かが貼り付いているのを見つけた。ボロボロのお札を手に見つけた。ボロボロのお札を手に取ると温かな何かが流れ込んできた。それはそれで怖いよな。お、霊魂を入手した。ボロボロのお札は手の中で静かに崩れてしまった。一旦ここでセーブしとく？これ日付が出るから恥ずかしいんだけどね。真っ昼間にやってるのがバレちゃうだろう。動画を夜中に上げてるくせにな。階段を登った。ヘビいるかな、ここ。いない？こっちは鏡はないんだ。上行ってみよう。ヘビいっぱいいそうだな。やっぱりか。ってことは、向こう側の下に確か鍵がかかってるとこあったから、そこ行ってみるぐらいか。前に進んだ。どんどん進んでいけ。すっ飛ばして行ってほしいな。ここちょっとまだ調べてないな、そういえば。横から見たときどうなんかなってちょっと思ってさ。これで引き返してみて。行ったり戻ったり。これはあれでしょ？ん？非常警報装置がある。警報器のランプはどっか壊れているのか、弱い光を放ちながら明滅している。探る。点検ハッチを開きライトを照らし、内部に何か何か覗き込んだ。ボロボロのお札を見つけた。やったぜ。霊魂どんどん溜まっていくな。お札が崩れる時点でもうそれはダメなんじゃないかなって思うんだけど。確か、ここが開かないんじゃなかった？鍵束を使った。教室内に入ろうと敷居をまたいだ瞬間。何？突然、強烈な力で左肩をつかまれた。ん？つかさか？横目で盗み見るように、廊下に目をやる。つかさは反対側にいたはず。瞬間移動か？いや、たとえこちらにいたとしてもそんなことをする理由はない。ライブ話題。デッドリーチョイスか。落ち着け。錯覚だ。自らに言い聞かせる声が遠くに聞こえた。慌てるな。これは幻だ。落ち着け。引き込まれるな。ってことは反応しない方がいいのかな。掴まれた左肩からまるで霜が降るように冷たい気配が半身を覆った。霊魂めっちゃあるな。余裕だな。振り返って確かめる。強引に振りほどく。同行者に声をかける。つかさっち、なんか見える？つかさの方を向き、声をかけようとした。すると。え、これつかさ？花彦じゃないよね。花彦か。あれ？グッドなの？
闇の中に恐ろしい表情が浮かび、そして何者かの輪郭がこちらを待ち構えるように現れた。なんかスカート履いてない？あれ？花彦、あ、そうか、花彦くんあれか。大声で威嚇する、目を閉じて祈る。ナム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 。走って逃げても多分ダメだろう。固く目を閉じて祈った。これもダメな気がするな。死にそうだな。まあ、死にパターンも見たかったんだけどな。グッドだよ。と、その時。何してるんですか？そうか、花彦くんあれだな、除草壁っていうのかな。あったからね。司の声が聞こえたかと思うと、あの影は消え失せ、教室のドアの前にいることに気づいた。おお、生き残ったね。余裕だったぜ。印が焼けるように赤く輝く。死の呼吸まであと数十分。これ短い。大丈夫かな、生き残れっかな。大丈夫。ああ。司は自分の左肩から何かを外してくれた。これ。左肩を掴んだ手の正体。それはバラの棘だった。しかしそれより、司はどうかしたのか？なんだか様子が。え？明らかにおかしい。記憶障害。思い起こした一言が胸に突き刺さる。印による呪いが進行し、司の意識が曖昧になったのか。しかし、だとしたら変じゃないか。自分には少なくとも自覚している限り、特に変化が感じられないのだ。行くよ。ああ。まるで幽霊のように司を歩き出す。普段の姿からは考えられない様子だ。まずい。危機は一体いつの間にこんなに近くに迫っていたのか。時間がない。これ以上事態が悪化する前に。なんとかするんだ、なんとか。ここ何があんだ？自由研究、OL の観察。気持ち悪い。毎日電車で見る OL さん6人を動画館観察しました。わかったこと。今の流行は茶色とピンク。みんな髪の毛は茶色。口はピンクでした。気持ち悪いことこの上ないな。風化してボロボロだ。剥ぎ取って持ち帰ってしまっても問題はないだろうが。え？持って帰るじゃん。いいよ。いらないだろう、別に。雑草全滅計画。なんでそんなさ、なんか、えぐいことをするんだ、みんな。雑草に効く水溶液を見つけるため、複数の水溶液を庭の雑草に毎日かけた。それ毎日かけたらさ、どれの結果かわかんなくない？ C の味噌汁、D の食塩水に効果があった。食塩水が雑草に効く。そうだな、まあ塩水だからな。で、花彦くんは草だ。ってことは、お？これ、食塩水どっかにないか。この結果、食塩が雑草の駆除に有効。塩を水に溶かして植物にかけることで塩分が浸透しやすくなり効果が早く出る。ほー、なんか取れるんじゃないか。どっかあったっけ、食塩とか。これか。先生嫌い。うわ、きついなこれ。先生泣いちゃうぞ。泣いちゃうっていうか、何これ。白い粉状のものが散らばっている。粒子の粗い粉末だ。ライトの光を照らし、照り返し光っている。口に入れて確かめる気はないが、どうやら食塩のようだ。水ってどっかあったっけ。容器あれば持っていけそうだ。容器。ちょっと待って。容器。これか。ペットボトルを取り出し、粉末をつまみを入れた。水ってどこにあるんだ。ん？何？まずは、塩にて清めよ。またあの声が聞こえた。司に気を取られないよう、何事もないかのように体を起こした。牛か。とは海水のことだろうか。海水。水が必要なのか。植木は長らく水を与えられず枯れてしまっている。あ、ここには水はないのか。困ったな。どこにある？こっちないよね。で、新しく探索できたとこで、
それっぽいのっていうと、ここか。これじゃない？あ、水槽。水入ってんじゃない？入ってないかな？オエル観察とかいらないんだよ。ゴボゴボと水を立て、容器に水が溜まっていく。食塩水を手に入れた。オッケー、いいね。これ拾っとく？あ、これ知らない。台風の時、傘を開くと、風が強くて傘が壊れてしまうので、最初から傘を穴だらけにしておきます。これで台風の時も壊れません。使う時はビニールシートをかけて、強化傘に進化させます。強化傘は風で飛んでいるトゲや、木も防ぐことができるので完璧です。強化傘。いくら自由とはいえ、ふざけた研究だ。ある考えが頭をかすめた。さっき見つけた傘はこの自由研究の発表の一部なのかもしれない。だから何だって言うんだ。つぶやいて何も気なしにバッグを開いた。ガラクタの奥にきっちり折りたたまれたどす黒いビニールシートが見えた。トゲやってね。そのものの血はそのものを拒む。え、あれって花彦くんの血なの？無意識にその言葉が口をついて出た。血はそのものを拒む。血で拒めということか。思い切って骨だけの傘を開いてみた。そしてその上にビニールシートを広げてみる。え、でもあれでしょ？コンクリに刺さるぐらいのあれなんでしょ？なるほど。確かに自由研究の主張通り、傘らしいものの再現はできるようだ。しかし、固定されているわけではないため、傘として持ち運べるような代物ではない。使うときにその場で組み立てればいいのか。幸いここには二人いる。最初の一人が傘を開き、続けてもう一人がシートをかぶせる。その連携があれば、血まみれのシートを傘のように使うことはできそうだ。ほう？すまない。待たせてしまって。はい。司は曖昧な返事をするだけだ。きっと役に立つはずだ。ここにあるものには全て意味がある気がするんだ。血を傘に。台風へっちゃらかさ。違う。これはいいんだよ。いいよ。もらっとこう。とりあえず全部もらっとけばいいんじゃない？なんか、雑草、ぶち殺しみたいな。印はシンクに染まっている。死の刻限まであと数分。リアルタイムの話してんの？ん？どっからか大きな音が響いた。同時に手首にまるで骨が食いつくような強烈な痛みが走った。つかさ？おい、聞いてるのか？はい、もちろん。はは。まだ反応はしてくれる。しかしこの様子では。このままではいけない。動け、動くんだ。その声は廃墟の中で虚しく響いた。排水の陣。これは？これはじゃねえや。とりあえず、これ持って帰ろう。で、バッグ。解ファイルだね。解ファイル。どれだっけ？排水の陣。萌えの行方をつかめぬまま、時間だけは過ぎていく。同行者の様子もおかしい。記憶が壊れているかのようにだ。これは印による死の迫る予感か。退路はどこにもない。とすれば、これまで手に入れた情報と手段を使い、怪異に立ち向かわなければならない。それには、共に怪異と対決する同行者はこれでいいか。そしてマスターを襲った茨の脅威にどう立ち向かうか。さらに、それまでに聞いた謎の言葉の意味。特に最後のささやき、まずは潮にて清めよとは何なのか。まずは、ということは、最初は潮で清めればならないのか。よく考えろ、生き延びるために。ほう、面白いね。はい、ということで一旦ここで区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。